どうも、事件です。事件が起きたので、事件を解決するべく、今からその問題に取り組んでいこうと思います。よろしくお願いします。事件の発端はですね、先日ですね、先日というか、静岡から帰ってきて、静岡に行った時にですね、ある一つのものを買ったんですね。で、ある一つのものっていうのがこちら、このマックのやつです。これわかります？これあのマックのディスプレイを、2台目 の、 あのモニターに移すための HDMI に変換するケーブルを買いました。買ったやつがこれなんですけれども、これで、これがつくときもあればつかないときもあって、接触が超悪いんですね。仕事になんないわけですよ。おいみたいな、どういうことだみたいな。で、今日はですね、動画をめちゃめちゃ作るので、やっぱ今日仕事やるので今日欲しいんですよ。で、今日秋葉原行ってきたんですけど、秋葉原から帰ってきました。で、帰ってきて、で、秋葉原行ってびっくりしたのがまず一つ、まずポイント一つ、これが静岡の、静岡にあるヤマダ電機で買ったんですけれども、2000いくらでした。確か2000円ぐらいだったと思います。だけど秋葉原のヨドバシで1200円ぐらいでした。1280円ぐらい。だから店員さん、最初はマックの、マックが出してるものじゃないんですね。だからマックが出してるやつ買おうと思って行ったんですよ。そして店員さんに聞いたら、すいませんと、純正のものはないですって言われて、マジですかみたいな。純正ないんだと。純正はないみたいです、これ。マック外付けのこの HDMI に変換するやつ。あ、ないんですねみたいになって、で、もしやるんであるならば、その、社外のものになりますって店員さんに案内されて、で、これを案内されたんですよ。いや、店員さんと。僕は、それを買って、接触不良で全然ダメだから違うの買いに来たんだけどと思って、まあいいやと。で、他のもの見たら、エレコムさんがありました。エレコムさんで、なんかこう金メッキピンとかね、30シールドケーブルと、なんかいろいろ金メッキピンって書いてあったんで、あ、これいいんじゃないかなと。2030円こちら買いました。これはね、こっちは1280円でした、ヨドバシで。で、つくのか試してみたいと思います。これね、ついたりつかなかったりするんですよね。もう一回ちょっとやってみましょうか。ここにこうあるんですけれども、こいつをニョロッと入れる。ノー反応ノー反応でございます。じゃあこれ反応するのか、こっち、僕の Mac が悪いのか、このケーブルが悪いのかわからないですけれども、とりあえず違うやつで試してみます。このエレコムさんので、金メッキ書いてあるんで、金メッキパワーどれくらいいくのかと。でもね、これ純正が出してないっていうのはちょっとびっくりしましたね。純正ないんだと。純正はないみたいですね。はい、これがエレコムさん仕様です。これがこの前買ったやつ。長さは一緒です。長さはちょっと長いかな。はい、でもこっちの方がコンパクト。
少し若干コンパクトですね。はい、こいつを刺してみたいと思います。チャキーン。まずこいつ HDM ケーブルですね。こいつ刺して、あ、でもこれ細くていいかもしれないですね。細い細い。じゃあ行ってみたいと思います。ガチャンコ。これつかなかったら Mac が悪いのかもしれないですね。行きますよ。行っちゃいますよ。いいんですか。どうだ。ということは Mac が悪いのかな、俺の。マジで。つかねえ。マジで。ちょっとちょっとでしょそれ。つくな、つくかなと思ったんですけどね。ちょっとマジっすか。ちょっと勘弁。変わらんがな。マジで。ちょっとちょっとちょっとでしょそれ。うっそー。じゃ再起動してみます。いやーマジか。ちょっとショックでしたね今のは。いけると思ったら。マジで。じゃあ再起動してみます、はい、まあこんな感じでつけてるんですけどね、全然ピクトルです。僕の Mac がダメなのかな。買ったのにな。いやマジでピクともしないですねこれ。やべえな。うそー。あ、ついた、ついた。つきました、つきました、つきましたよ、つきましたよ。ほらこれちょっとまずいね。あ、でも大丈夫かなこれ。とりあえずついたな。とりあえずつきました。よかった。まあこっちはねちょっとダメでしたね。まあ、ついたりつかなかったりするんですけれども、これ結構安いんですよ。まあまあ、静岡の山田電機だったら2000円ぐらいしたんですけど、まあ、ヨドバシカメラだと、秋葉原のヨドバシだと1280円、つまり、まあ、700円ぐらい、まあ、価格差があったということですね。でヨドバシカメラの中でもう一番安かったかな。まあこれっていろいろあるんですよ。いろいろありました。いやーでもショックだな。でもまあついたからいいでしょ、はい、つきました。ちょっとねもう一回ちょっとですねこれちょっと抜いてみます。とりあえずよかった。よかった。エレコム、エレコムありがとう。
じゃあこれもうこっち行ってみましょうか。今ちょっともう一回行きましょう。ちょっとねテストこれ抜きのもう一回入れてみましょう。ちょっと入れますよ。続きまして、もう一回抜いて、こいついってみましょう。こいつ今度こいつ復活したら受けますよね、逆に。じゃあちょっと入れてみますね。ほらなんかおかしい。ほら、あ、来た。なんかこうなったりするんですよこれね。今なんかおかしかったでしょ。もう一回行きましょう。なんかザラザラなったりするんですよ。もう一回行きましょう。ああ映ってる。いやマジで。まあでもね、さっきのザラザラブワーってなったりたまにするんですよ。でもう全然つかなくなったり。あ、これ来たこれですよ。この現象ですよ。来た貞子が出てくんじゃねえかと。もう貞子が出てきますよこれ。貞子がこの現象、あ、映ったこれ貞子が映ってくんじゃねえかなと。これがね、結構頻発してたんですよね。じゃあ、エレコムさん、どうなんだ？エレコムさん。まあ、エレコムさん、スマートですね、もう。こんな感じです。エレコムさん、いっちゃいましょう。まあ、金メッキですからね。金メッキ。ブブン。どうだ？金メッキパワー。安定のエレコムか。これ何なんでしょうね。もう気分屋ですよこいつら。マジか、やりすぎたかな。ちょっとい、やマジか、気分屋だなこいつら。マジでこれパソコン、いや前ね、そのアナログをやってたんですよ。アナログケーブル、まあ Mac のMac が出してる、その、まあ、緑のやつですね。青のアナログのやつは全然こんなことなかった。マジで？まあ、Mac が出してるやつがあるんですよ。ディスプレイでアナログ用の変換のやつが。あれはね、全然大丈夫でしたね。あれにすればよかったかな。もう一回。こんなことないのに。いやーマジか、またつかなくなりましたよ。いやー、アナログにがいいかもしんないな。青いやつ、 HDM じゃなくて。いやー、HDM にするんじゃなかった。まあそんなにね、僕綺麗な映像求めてないので。しまったな、こんななかったのに。
またつかなくなりましたよ。ショックだな。やっぱ純正じゃないからですかね。こんなことなかったんですよ。まあ、アップルが出してる純正の変換のやつは。いや、なんで今回 HDM にしたかっていうと、実は理由があって、この LG の、LG が、これなんですよ。これわかります？あ、ここがこうなるんですよ。これ。こう。こういうケーブルなんですよ、これ。で、前まではここのこれをやってたんですけど、これ。あの、ボンみたいな。今こう。だこれが、このケーブルがあったんで、お、いいじゃんと思ってこれにしたんですけれども。全然使えなかったら意味ないっすよね。いや、マジでつかねえ。いや、本気で？それ、本気で言ってんの？あ、ついた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 。つきました。なんなんですかね、これ。なんなんだろう。まあ、とりあえずついたんで、また。こう、Mac が悪いのかな？いや、でももう、前はこんなことはなかったんですけれどもね。はい、ということで、とりあえずこれ余っちゃいましたね。まあ、なんかにまたなんか使う、なんかなんかなんかですね。はい。まあ、ということで、まあ、結論はつかなかったりついたり。ただこっちはですね、なんかザーってサザコが出てくる感じのやつがなんかね あったんですけれども、エレコムさんは今のところザーはないですね。ちょっとですね、ちょっとショックなんですけれども、まあとりあえずついたんで、まあできると思うんですけど、またこれ消えそうですよね、絶対。またなんか絶対消えそうだよね、これ確実に。まあいいや。はい、結論、何が言いたかったのかっていうとよくわかりません。